それでは主なリバウンドを説明しましょう。まずはボースハンドリバウンドです。相手よりも優位なポジションをキープして、シュートが落ちる位置を素早く察知して相手よりも先にジャンプします。両手を伸ばしてボールをキャッチしたらすぐに胸に引き寄せてください。着地したらボールをしっかりと胸に抱え込んでマイボールにします。リバウンドは空中戦です。相手に競り勝つためにもできるだけ高い位置でボールをキャッチしなければなりません。ボールの落ちてくるタイミングに合わせてジャンプしたら、体と両手をしっかり伸ばし自分の最高点でボールをつかめるように心がけましょう。まずディフェンスリバウンドの場合、ボールをキープすることが最優先となります。しかしオフェンスリバウンドではシュートやパスなど素早く次の攻撃に移る必要があります。ここで活用したいのがトリプルスレッドです。トリプルスレッドはパスの章で詳しく説明しているように、パス、シュート、ドリブルという基本動作にスムーズに移行できる姿勢です。また重心が低くディフェンスの当たりにも強いため、ゴール下の密集地域で力を発揮します。リバウンドを取った後、ボールを相手の前に不用意に出したままにしておくと相手に奪われる危険性が高くなります。特にディフェンスリバウンドでは抱きかかえるようにして確実にキープしましょう。